こんばんは。ケンイチ君とヒロシ君、38歳です。てかなんだこれ。こういう表記になってたんだよ。びっくりしたんだよ俺も。本当そういうことだよ。朝びっくりしてね。七夕の奇跡だよな。本当にな。あの予想以上にめっちゃ笑ってた俺。笑ってたね。俺意外とね無表情だ。で予想以上にちゃんと踊ってたね、君は。頑張ってる顔してた俺は。なんか俺わーって言ったもん。猫がビクってしてた。日曜の朝にわーって言ったら猫がビクッてしてニャーってどっか行っちゃったもん。いやーびっくりしましたね。それぐらい衝撃でしたけどね。そうなんですよ、はい、今日はねその話もしたいようですけど、いやそんなこと話してる場合じゃないんだよ。すごい話。